パンパパン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 。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデーディアシーちゃん。31になりました。ハッピーバースデーシーちゃん。ドンパフドンパフ。時刻は夜7時になりました。今夜も始まりました、生きづらい系シンガーソングライター風見静香の大丈夫一人じゃない。この番組は生きづらいを生きやすくをモットーに、生きづらさを抱えている皆様に、私たちも一緒だから大丈夫だという、そんな癒しと勇気を与えていく番組でございます。ということで6月になりまして、この度風見静香31歳になりました もうね、31ですよ、31。初めて FM 伊豆にお邪魔した時はきっとまだ20代前半だったんじゃないか、ギリ後半だったかな。もう最近ね、 FM 伊豆にも全然行けてないし、なっちゃんたちにも会えてないし、もう本当に FM 伊豆にめっちゃ行きたい気持ちは満載なんですけれどもね、もう本当に伊豆に来てなくて行きたいです。31歳、もうなんかね、30過ぎてから結構なんか自分の中でもいろいろとなんかね、吹っ切れたものがあると言いますか、切れたものがあるなぁと思いながらですね、なのでなんか今年31歳はなんかほんとスルーと、なんか特にこうね、何ですかね、重いものもなく、純粋に楽しんでいきたいな、もっともっと楽しい人生を歩んでいきたいなっていうふうに思いました。なんかね、まあ今ね、コロナということがありまして、私もずっとここ3ヶ月ぐらい、もうなんやかんや3ヶ月ぐらいだよね、もうずっと実家にいるわけなんですけれどもね、もうなんか実家にいるとね、やっぱりね、なんかすげえのほほんとしてきてしまうというか、あ、なんかこのまま実家の手伝いでもして生きていけばいいかなとかね、なんかそんなそんなことを思ってしまう、なんかね、時もあるんですけれどもね、それでも自分にしかできないことがあると、そう信じて、これからもね、いくつになっても歌やっていきたいなと思っておりますけれどもね、ぜひね、31歳しーちゃんも、よろしくお願いいたしますとにかくもう31歳、もう31歳だし、もうね、今よりもっともっと人生楽しんでいきたいなと思っておりますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、毎月ですね、この、番組では光テラスの皆さんとお届けしているんですけれども、今月も、ちょっと風見静香一人で、お届けしようかなと思います。まあ、せっかくね、31歳になったのでね、今日はいろんなことをちょっとお話しできたらいいなと思っておりますので、最後まで楽しんでっていただければと思います。ということでね、31歳ということで、今年もバースデーワンマンライブ、なんと今年は当日ですね、ライブをやらせていただきました。ちょっとコロナの影響でね、実際にできるのか怪しいところだったんですけれども、もう本当にね、今回は奇跡が起きまくってですね、無事に開催することができました。今年開催させていただいた場所がですね、なんとあのゆずが名付けた、クロスストリートというね、横浜にありますライブハウスでやらせていただきました。もうね、ここのライブハウスなかなかもう本当人気で予約取れないんですよ。なのにまだコロナがね、なる前だったんですけれども、たまたま6月14日、私の誕生日が6月14日なんですけれども、6月14日にですね、空きができて、でやらせていただくことになったんですけど、でもね、コロナでもうかなりね、条件も厳しい中だったんですが、前日の13日から営業再開になりまして、なんとか6月14日は、やれることができました。本当にね、スタッフも含めた15名限定でやらせていただきまして、まあ、そんな会場の方の、なんていうの、決まりだったものでね、で拍手ダメコール&レスポンスダメ、煽りもダメ、もう静かな中で皆さんもただ淡々と聞いていただくというね、そんなライブをやらせていただきまして、で今年のね、バースデーランマンマンライブはですね、6月14日当日にやらせていただきましたのでね、タイトルは、ね、もっと素敵な夢を君と描けばいい、ゆずになりたくて31歳ということでね、もう私ね、まあもうこのね、私風見静香を知ってる方はもう何十回も聞いた話だと思うんですけれども、まあ、私はゆずがきっかけでゆずになりたくて今まで、今日まで歌っております。ゆずみたいになりたくて31歳ということでね、今年はバースデーマンマライブクロスストリートでやったので、最初のね方はですね、なんとゆずスタイルっていうの、
ゆずコスチュームでですね、やらせていただきました、まあ、かなりね新曲もねゆずみたいになりたくてっていう新曲を書いてですね、そんな感じで今日やったんですけれども、もうさ緊張しすぎてもうなんかね昔の歌えなかった頃すごい思い出したんです。なんか歌っても誰も反応してくれない感じ、もうむっちゃ心が辛くてですね、最初本当に会場の空気に負けまくってですね、もうボロボロだったんですけれども、途中からねなんか吹っ切れてきて、いやもうこれ楽しもうと思って、せっかくこんな何日もずっとね何ヶ月もライブハウスでライブできてなくて、やっとこうしてライブハウスでお客さんがいる環境でできるんだから、もう思いっきりやったろうと思ってですね、だんだんいい感じにテンションが上がってきたんですけれどもね、もう本当中学生、いや小学生ですね、ゆずとの出会いはゆずと出会ってから、ずっとずっと、あ自分も歌をギターに乗せて、歌える人になりたいな、シンガーソングライターになりたいな、そう思って中学校も毎日毎日ギターを弾いていました。中学校の時同じソフトボール部だった友達と一緒に、高校生になって路上ライブも始めました、自分の地元古河駅で。でもね、自分のねオリジナルソングは当時も書いてたんだけれども、絶対自分の歌を聴かせるのが怖くてできなくて、ずっとずっと古河駅ではゆずの歌を歌っておりました。それからずっと歌い続けて大学生にもなって、で相方さんはね専門学校行ってたんですけど、私は大学でね、まあいろんなこともあり2人は一緒にやらなくなりましてですね、私も一人になってからね、こう外で歌うっていうことが本当に怖くてね、もうゆずのようにあんな風に歌うってこんな怖いことなんだっていうのは本当にすごく思い知ったと言いますかね。でそれから、まあ、自分でね人前で歌えるようになる特訓が始まってっていうね、でそのね相方さんとの別れが私の中でも本当に大きな出来事だったんですよね。もうそこまでまあね、ずっとねゆずと同じシナリオだったの。ゆずさんもですね2人はバンドもやっていて、確かね北川悠仁さんがドラムでこうちゃんがギターなんですけど、私ももうバッチリそれだったわけ。私はまあギターで バンドもね一緒にやっていて、私がギターで彼女が相方さんがドラムでっていうね、もうここまでもうバッチリ私の中のですねなんていうのスケジュールなんていうのプランはねもうバッチリだったんですよ。プランバッチリだったんだけれども、もう本当にね思いとは通りにいかないのが人生だなとこの時にも思いましたけどね、残念ながらね二人でやっていけなくなって一人になりましたよね。うん、だからでも正直ね去年もさ30歳になる時にこの話したような気がするんですけど、本当に二人組でやってたら今頃違ったんじゃないかななんてね思ったりするんですよね。ね、まあ、去年はその30歳が私の中でも、日産スタジアムに立ちたいっていう夢があってですね、その夢を持ったのもゆずです。ゆずの Going Home というアルバムが出た時の、日産スタジアムでのライブを私も見に行きました。その時2人を見た時にステージを歌ってるね、もうなんかこの上ないドキドキを感じたんですよね。あそこに立ったらどんな気持ちなんだろう、なんか急にそのあそこに立ったステージに立った自分を想像してきた瞬間になんか急になんかドキドキこうワクワクするのとなんか緊張のワクワクみたいななんか2つの感情に襲われて、で人ってね想像できることは自分で実現できることしか想像できないっていうことがあるんですけれども、なんか急にもしかしたら自分にもできるかもって思っちゃったんだよね。もうなんかすごい話だけどね、それでなんかやっぱあそこに立ちたいって思うようになって、30歳で日産スタジアムに立てる自分になりたいなっていうのでずっとそんな目標をかけていました。 FM イズにね、一番最初に始めましてした時もまだまだその目標を持っていて、自分は30歳になったら日産スタジアムに立ちたいんですっていうことをねどこで言っても言っていたような気がします。でも言えば言うほどどんどん苦しくなっていった自分もいたんですけどね。でまあ30になってまあね持ってた通りにはいかず思ってた以上に、遠かったです日産スタジアム、ね、こんな自分が音楽続けてていいものなのかなとすごく悩んだんですけれども、やりたいねまだまだ何もやってねえじゃねえかと、でゆずみたいになりたいって言ってるぐらいだったら
じゃあもうその一歩近づくことをやろうということで、まあ、私がなんでこうゆずになりたかったもう一つの理由というか、自分でねなりたい自分と思ってたのが、ゆずさんって横浜にめちゃくちゃ愛されてるんですよね。岡村町というところ出身なんですけれども、ねその岡村の愛されてるこのゆずで、岡村町って本当に普通のところなんですけど、ゆずさんが卒業した中学校とか、実はねゆずになりたくてのあのライブこと、今月のね6月14日のライブでも私は岡村中学校のジャージを着ながらライブをやらせてもらったんですけど、ゆずさんのそのね岡村中だったりだとか、岡村というその地域がですね、ゆずっ子にとってはかなり聖地になってるんですよ。みんな観光地になっていて、ここがゆずのあの歌に出てくるこの場所だっていう感じにね。で私はそうなりたかったんですよね。でじゃあもうやればいいじゃんと思って、で去年、6月16日ですね、古賀の坂町というね酒蔵があるんですけれども、古賀の坂町さんで、古賀市でワンマンライブをやらせていただきました。ゆずにね、ゆずの一歩近づこうということで、で今年はここゆずクロスストリートでやらせていただきました。なんかね本当に久しぶりに歌わせてもらってね、本当に歌うことって幸せなんだなってすっごく思いました。もう本当にそれはね、なんか人前で歌うのが怖かった自分が嘘みたいに、ああ人前で歌えるって本当に気持ちいいな、大好きだなって今年は本当それ思いませてもらいましたね。人間ってさ、やっぱり何かなくならないと気づけないっていうかね、当たり前のことって気づきにくくなってしまうよなって今回もすごく思いましたけど、こうやってお客さんがいてくれること、歌が歌えること、ライブハウスという環境で歌えること、もうその全てがすっげーありがたかったんだねって、ちょっと言えなかったけどありがたかったんだなってすっごく感じました。なんかこんな自分になれるなんて思ってなかったなって、小学生の時ゆずみたいになりたいってそう気づいてそう感じてから今まで歌ってきて、それでもゆずみたいになりたいって言いながらも人前で歌えなくて悔しくて何度も泣いて、そんな日々もありながら諦めずにここまで歌えてきて本当良かったなって、もしあの時私人前で歌えないからもうこの夢やめとこう、この夢諦めようってそう諦めてたら今のここに歌ってる自分はいません。こうやって FM 伊豆にも出会えてなかったと思うし、もう全ての皆さんと出会えてなかったよなって、そう思うと本当にあの時諦めなかった自分に、勇気の一歩を踏み出してくれた自分にありがとうっていう気持ちが拭えないです。なのでね、本当にさ、いろいろ考え出したらさキリがないけれども、できるかわからない不安もあるかもしれないけど、でもやっぱり自分がやりたいと思ったならばその一歩踏み出す必要があるんじゃないかなと、私は今のね自分がこうなってるから言えます。なのでもし今日聞いてくださってる皆さんの中にも、本当はこうやりたいことがあるけれどもどうせ自分には無理だとか、そんなのもう無理よって2回言ったね、自分には無理だってそう思ってる人がいるのであれば、ぜひぜひ一歩できることでいいから進めてみてほしいなって思います。私も人前で歌えなかったから最初は人がいないところから歌い始めました。そっから少しずつその自分ができることをやり続けて今も歌えるようになっています。一気にさ、急にそんなねういっていう勇気を出すことはねなかなか難しいですからね。だから自分ができる範囲の勇気をねすることが大事なんだなって思います。でね、このコロナの時期でいろんなね、まあ、この 2,3 ヶ月、お休みというか、まあ、ライブがずっとできなかった状況の中で、私もですねいろんなことに気がつきました。で、なんかすごいね、5月がですね特に自分のやりたいことをやるために一歩前に進むウィークということでね、いろいろ自分がやってみたかったことに挑戦した1日だったんです。で1日じゃねえよ1ヶ月ね1ヶ月だったので、なんかその1ヶ月間、まあ、何をやってたかっていうと、 YouTube の方で、まあ、自分がちょっとこうコラボしたかった人とかと一緒に対談をしたりとか、で私生きるを学ぶっていうのを最近やってるんですけれども、私自身今こうして自分が生きれてること、その生きれてる理由の一つの中にやっぱり人との出会いがあったなって、そして人との出会ってその人からいろんな話を伺って、その人の生きるを聞くことで自分の生きるに
すごくこうきっかけをもらってきたなって思っていて、どうにかそういう活動ができないかなと思った時に、今回やりたいことやってみようということで YouTube の方でいろんな方とコラボして生きるを学ばせていただいています。ね、5月は本当にそれをたくさん頑張っていた時期でですね、なんかやっと気づいたの、私なんかよくさ頑張りましょうって、頑張れって言葉私はすごくよく使ってきたんだけれども、その頑張るっていう言葉の中にはさ、なんかいつもすごくネガティブなイメージの方が強かったなと思ってて、なんか苦しいことも頑張れ、辛いかもしれないけど頑張れ、なんかこう苦しいことを乗り越えるためにこの頑張れという言葉を使ってたなと思っていて、でもさ本当はさそうじゃなかったんだって。頑張るっていうことは自分自身のやりたいことだったり叶えたい夢、叶えたいこと、それを叶えるために頑張るんだった、それを叶えるために頑張るっていう言葉を使うんだと、それを叶えるために自分の辛いこと苦しいこと、そこに行きたいというゴールがあるのであれば、そこに行くための頑張るをするっていうことがこの頑張るという言葉の使い方なんだなって。だからね、もうなんかこれ以上頑張れませんとか、もう無理ですっていう方もいらっしゃると思うんですよ。でもそれはやっぱり頑張らなくていいことを頑張ってるんだと思います。なんかついついね、そういう苦しいことを頑張ることが美みたいなさ、なんか私はそういうところがあったんですよね。なんかこの目の前の壁に、目の前の壁を越えられないやつに成功はないっていう言葉が私は好きで、でもその言葉が好きだったがゆえに、どんなことも苦しくても乗り越えなきゃいけないと思っていたんだよね。でも確かにそのなんていうの、だからその自分が行きたいところ、なりたい自分、叶えたい自分がここにあって、そこに向かうための苦しい道だったらそりゃ頑張んなきゃいけないわけよ。そこは頑張りなさいって思うんだけれども、例えばじゃあやりたくもないことむちゃくちゃ頑張ってる自分がいる、本当にもうやりたくなくて仕方ないのに、でもやるしかないから、だって生きていけないからっていう理由で自分の体をボロボロにしてまで、心も体もボロボロにしてまで頑張っている人がいるのであれば、私はそれは頑張るじゃないと思っています。でやっと気づきました。自分もそうだったからこそ気づきました。もっともっと、せっかくこうして自分が生まれてきたんだから、この命を、そんな自分がボロボロになって苦しくなるようなことに使うのではなくて、なりたい自分になるための辛さ、なりたい自分になるために、私だったら歌が歌える人になりたい、それでも歌えなかった、怖かった、人が怖かったけど、それでもなりたい自分がいたから、その怖さに負けるもんかっつって毎日毎日歌い続けてきた、そうやって頑張ってきたから今の自分がいる。それがやりたくないことだったらもう本当に私はね、本当にやめた方がいいと思っている。なんか心をとにかく壊さないでほしいんです。私は心を壊してまで、自分の命をボロボロにしてまで、そんな苦しいことに勝とうなんてしなくていいんです。でもさ、とは言ってもさ、生きてたらさ、そうもいかないこともいっぱいあると思うんですよね。そうは言ったって頑張るしかねえんだよっていうこともあると思います。そんなね時はね、本当に程よく頑張ってほしいなって。そうだけど、その他に絶対人ってやっぱやりたいことだったり、自分の息抜きとなるものをですね、しっかりとそれも持った上で頑張るということも続けてほしいなと思っています。なんか結局私が言ってることはさ、頭の中お花畑な風間静香が言ってるかもしれないんだけれどもね、でもちょっと私も気づけたことだから皆さんにもシェアしたいなと思いました。だからぜひぜひこの頑張るという言葉をですね、自分が叶えたいこと、なりたい自分になるために頑張るということを使ってみていただけたらなと思います。ということでね、今日もせっかくこうして時間をいただいておりますので、一曲生でね、弾き語りでやれたらいいなと思っております。このね、ライブで、せっかく6月14日、誕生日当日にね、やらせていただいたので、新曲を書いてきたので、今日は特別に新曲披露していただきたい、シャシャと思います。それでは聴いてください。どうぞ。自分のことがわからなくて、自分のことが嫌いになってく、自分のこともわからなくて、自分のことを嫌いになってく、どうして
生まれてきたの。何かやるべきことがあるんでしょう。自分が自分を愛すること、自分が今感じていること、私が私を愛せなくて誰が愛せるんだろう。自分のこと探しすぎて、自分のことがわからなくなる。自分のことを隠しすぎて、自分のことが見えなくなる。どうしてここを選んだの。何かやりたいことがあるんでしょう。自分は自分を愛すること、自分は誰にもなれないから、自分が自分して生まれてきたの。まだやるべきことがあるから生きているんでしょう。自分は自分を愛すること、あなたはあなたを愛すること、自分が自分を守れなくて誰が守れるんだろう。自分は自分で愛すること、自分私なんだよ。自分のことがわからなくても、俺から一緒に知っていこうか。新しい曲、自分のことお届けしました。光照らす名言。この番組では光照らす名言ということで、皆さんの心に光を照らしていく、そんな名言をお届けしております。本日の名言はこちら。 Doing じゃなく Being。
回もまた不登校引きこもりのおかん後藤聖子さんの言葉をいただきました。 Doing じゃなく Being。 なんか私たちはついつい何かをした、何かをする、何かをしたということに対してこう価値を置いてしまいがちだけれども、もう生きているというその Being、 もうこの存在があるだけでもそれだけで私たちはとても価値があることなんだよって、なんかついつい何ができたとか何かこの do したことに対して人ってねこう注目をしてしまいがちだけども、もうここにあるこの存在があるっていうことだけでいいんだよという、そんな言葉です。なのでね、私もこうこの年になって31歳になったばっかですけれどもね、今まで何ができたとかそんなのどうでもよくてなくて、今こうして自分が生きれてること、ここにいることがもうそれだけで十分価値があることなんだってそう思えるようになった、そんな言葉です。 doing じゃなくて being、 ぜひぜひ意識していただければいけたと思います。意識して生きてみていただければと思います。ということで、今日の名言 being じゃなくて、間違えました、 doing じゃなくて being。 なんかさ、ついつい自分にさ、いろんなさこう何ができたってことにさ自分に価値を置きがちじゃないですか、人って。でもさ、もっともっと幸せのハードル下げていいんだよって、もっともっと本当にこうやって自分が今ここにいること、生きれてることっていうことに、本当にそれが価値があることなんだっていうことになんか気づけると、すごく人生ってもっと今より豊かになるなと思うんですよね。なんかないもの探しがなくなるっていうのかな、なんかついつい足りない足りない、これがないあれがないって自分にないないないもの探しをしてしまうけれども、いやいや、もうここにある、この自分がいる、ここにこれがあるだけでもう十分自分は価値がある人間じゃないかって、なんかそんな風に思えるようになったんですよね、私も少しずつ。このね名言を言ってくださった後藤聖子さん、不登校引きこもりのママなんですけれども、最近定期的にですね一緒に YouTube の方で配信をさせていただいております。今度25日もですね、聖子さんとそしてもう一人のママをゲストにお呼びしまして、配信をしております。ぜひね、毎日9時半、夜の9時半から配信もやっておりますので、遊びに来ていただければと思います。そしてね、今日の、最初の方にもお話ししました、風見静香のワンマンライブ、バースデーワンマンライブ6月14日、開催されたものもですね、なんと YouTube に乗っかっております。今回無料で特別、配信もさせていただきました。行きたかったけど行けなかったのよ、見たかったわっていう方はですね、ぜひ風見静香で検索、YouTube の方でね検索していただきますとライブ出てきますので、横浜ってやれば出てくるかな、風見静香横浜ってやったら、つい最近のライブが出てくると思いますので、ぜひね新曲も3曲ぐらい用意しております。ぜひ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 見に来ていただけたら大変嬉しいです。そしてあのね、番組もね、YouTube の生配信、毎日9時半からの番組もですね、毎日、自分でゆるく歌ったりゲストをお呼びしたり、毎日いろんなことやっておりますので、ぜひぜひ YouTube 達成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 ということでね、もう本当にね毎月やらせていただいておりまして、あっという間な30分でございますが、今日もちょっとでも皆さんにとって価値のある1時間もやってね中の30分になれてたら嬉しいです。 Doing じゃなくて Being、 私も今日何ができたとか、どんな、皆さんにね何が届けられたかわからないけれども、今自分がここにいるということ、そしてこれを聞いてくださってる皆さんがいるということ、もうその Being の部分に感謝して、これからも31歳、今よりもっともっともっと幸せに生きていきたいなと思います。31歳の風見静香もよろしくお願いいたします。ということで、お相手は生きづらい系シンガーソングライター風見静香がお届けしました。また来月お会いしましょう。さようなら。